文系ありますね。文系識別練習帳って書いてあるけど、まあ帳はね、これ、俺は山田風太郎のね、忍法帳が好きなんで、こういう帳にしてあるんですけども。いろんな文があるんですけど、80ぐらいあるか、90か。その中で、まあ、10問連続して、正解すればいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえず10問やって、ほいで答え合わせしてみて。じゃあ一緒にやるね。Mary is a nurse in a big hospital in New York。だよね。まず動詞はこれだよね。ほいで、主語はこれだよね。じゃあ、SV だよね、もちろんね。まあ5文型全部 SV で始まるからね。ほいでその次は A nurse っていうのはこれは名詞なんだけども、これイコールでね、 Mary は nurse なんでしょ、ね、だからこういうふうになった場合、 be 動詞で結ぶことができたら be 動詞の後は C だよね。ほいでこういう前置詞プラス名詞っていうのは無視すると。これも前置詞プラス名詞だから無視すると。もうだからこれだけね。その次、My father got me two tickets for the concert。ね、これも前置詞プラス名詞だから無視をすると。ということは、My father が S で、got が V で、これで、その次、me があるから、ここはね、be 動詞に変えてみて、my father is me とはなんないよね。だから、なんない場合は、o なのよ。これで、その次、まだあるよね。two tickets ってあるから、これも me is two tickets ってできるかね。あるいは I ってやって、I am two tickets とはできないよね。×だから、×だったら o ね。これで終わり。その次、He got angry.、ね、He is angry. だから、ね、SV。で、これは形容詞だから、形容詞は C になるんだよね。ただし、形容詞っていうのは、ほら、2つあってさ、Big Hospital っていう時は、これは名詞にかかってるわけでしょ。ところが、これはかかってないじゃない。An angry person とかなってないでしょ。そういう時は C に必ずなるわけ。これは M だよね。いわゆるね。その次、Rain gives us water。これも動詞で SV だよね。で、これとこれ、両辺比べてみれば、Rain is us。これはおかしいよね。Rain と us は全く違うもんだよね。だから O。これで、次はこことここを比べたら、We are water じゃないよね。だから、O。まあ、こういう場合はさ、have っていう関係が成り立つわけよ。We have water ってね。その次、5番。When he is tired, John snores。ここは、副詞節だから関係なくて、主文っていうのかな。これだよね。つまりこれだけだったら文にはなんないわけだよね。これだったら文になるけどね。これはもう簡単で SV だよね。疲れているとジョンはスノアっていうのはいびきをかくっていうことね。その次、Time is money。これはもう簡単。SVC だよね。money っていうのは名詞でしょ。で、名詞っていうのは必ずね、S か O か C になって、まあ SVS っていうのはないからね。じゃあ O かなって思うと、そうじゃないよね。O の場合はだいたい Have って変えれるんでね。SVO なかったっけ？あんまないな。SVO だけっていうのはないよね。その次、I am happy。ね、名詞、動詞、形容詞だから、このパターンはもう必ず SVC でね。名詞動詞、名詞の場合は SVO にもなるからね。あ、これか。Pandas eat bamboo。Pandas are bamboo じゃないでしょ。
ということは SVO だよね。だからこれもさ、ハブって変えれるじゃない。パンダズ、ハブ、バンブー。ハブはまあ食べるって意味ね、そこではね。その次、まだ5分か。He got the first prize in the race. これは関係ないよね。無視するよね。で、He got が、これが SV で、the first prize っていうのが、He is first prize. He is the first prize じゃないから、言えないから、ね、これは SBC か。あ、違う、ごめん。SBO か。He has the first prize だったらいけるよね。まあ、is で置き換えられれば SV か SVC。ね。Have で置き換えられれば SVO って考えてよ。10番。Much learning makes man mad. これが主語ね。これで動詞ね。だから SV か。これで、Much learning is man じゃないよね。ね。だから、O か。これで、これはさ、ほら、ハブには変えられないじゃない。でもさ、これどういうことかっていうと、これはほら、We are mad でしょ。ね。だから、C か。つまりさ、これはね、メイクするのは何かっていうと、まあ、これじゃないわけよ。これの主語、目的語っていうのは何を作るかっていうと、Men are mad っていう状態を作るわけよ。ね。だから、まあ、ある意味では SVO なんでね、これはね。O の中に文が入ってるわけ。ね。意味わかんなかったらこの辺見てね。過度の勉強は人をおかしくすると。これだけやれば、一応一番下へ行って、チェックっていうのを入れてください。そしたら、合ってたら、こういうふうになりますから。合ってるよね。ね。もし間違ってたらどうなるかっていうと、SVO ってやっとこうか。まあ SV だけどね、もちろんこれはね。もし間違ってたら、残ってるわけね。ここだよね。SV ってやったら合ってるよね。こんなふうにやって、とりあえず10問連続正解できるようにまでやればどうかな。ちょっと単語は難しいのも入ってるかもわかんないけどね。その辺は調べてもいいんじゃないの？ということで終わりましょうか。